お疲れ様でございます。FX オリアルヒの皆様、そして即可塾限定動画をご覧の皆様。今回は第24週目のテクニカルの、テクニカルじゃないですね、材料から見る見通しの方をお話ししていこうと思います。えー、まずね、この24週目は6月の10日から始まって、6月の14日までの5日間になるんですけども、えー、23週目はアメリカからの材料が多かったんですが、 今週24週目は日本からの材料が結構インパクトを持って出ております。いきなり月曜日に始まります。月曜日は休場しているところもあるんですが、日本では6月10日月曜日、朝8時50分から GDP の改定値が出ます。ですんで、23週目のラストで、 えー、米国この雇用統計でね、大きく動きましたけども、ここでも大きく動くことが考えられますので、月曜日はたっぷり午前中時間を使って観察していきましょう。で、ここで大きな値動きがあった後ってのは、水曜日の夜までちょっとおとなしいんですよね。火曜日は特に材料らしい材料は日米ともに出てきませんし、水曜日も午前中昼とありません。 で、21時30分からアメリカ CPI が出ますよね、えー。この辺、パウエルさんの発言もありますので、27時30分ですから、深夜3時30分ですね。えー、このあたりからまた大きく動いていくのかなと思います。ですので、グループとしては月、月火水が一つのグループになります、えー。そして、木単体と金単体というね、まあこういった形になりますので、用心して進めていってください。 で、えー、木曜日になりますと、日人の金融政策決定会合の1日目、えー、そして金曜日が2日目になるわけですけども、当然、金曜日になりますと、この上田総裁の記者会見もございますんで。だから金曜日はトレードにならないと思ってくださいね。これはいつものパターンですけども。で、月火水っていうグループと、 木曜日が難易度を上げて、そして金曜日はトレードがちょっと難しいよってことになります。こんな形で1週間見ていただくといいんじゃないかなと思いますね。はい。じゃあ一旦失礼します。